皆さんごきげんよう。とこいこチャンネルです。本日やってきたのは、うん、岡山市北区内三家にございます、マガネ堂様です。なんとね、創業96年。うん、多分ね、どこいこチャンネルで撮影させていただいたお店の中で一番の老舗店だと思う。確かにね、うん、こちらマガネ堂様では、うん、本格的な手打ちそばがいただけるということで、うん、楽しみですね。なんとこのマガネ堂という店名を命名されたのは、うん、あの岡山県出身第29代総理大臣の犬飼剛さんとのことですよ。すげえ、うん。店内には犬飼剛こと牧道が書いた書もございますので一見の価値あり。早速メニューの方見てまいりましょう。お蕎麦に参りました。どうぞよろしく。素敵なキャッチフレーズでございますな。ざるそば、天ざるそば、鴨せいろなど様々なお蕎麦がいただけます。もちろんあったかいお蕎麦もございますんでね。秋冬限定の日清そばなんか食べちゃいたい。うわー、うつですな。そしてご飯物の定食もご準備がございますよ、はい、お昼等にはねぴったりじゃないでしょうか、うん、やはりこの時期おすすめなのは日清そば。鶏天そばなんかもございますのでね、小さなお子様も楽しめますよ。ありゃ、なおさんメガネをかけ忘れかい？その他にも気になるメニューございましたよ。味噌田舎そば。おー、いいね。ピーチポーク使われてんの？そう。おや、ここにも日清そばがありますね。相当今の時期をしてますね。夜にはなんと宴会でお鍋が楽しめちゃうそうですよ。3人前以上でご予約いただけますよ。お待たせしました。今回私が注文したのはこちらです。じゃじゃーん、天ぷら定食。あったかいお蕎麦にしましたよ。まずは熱々のうちにお蕎麦、お出汁はどうかな。まずね、最初に立ち上がる香りがとっても豊かで、出汁の旨味が引き立っており、ほんのり甘みが加わった優しいお味でございました。うん、美味しそう。お蕎麦の方はというと、うん、程よい弾力と噛めば噛むほど蕎麦粉の香ばしさが感じられ、おつゆとよく合います。これからのね、寒い時期にいただくと、体の芯から温まるようなホッとする一杯でございますよ。あと柚子の皮がね少し乗ってまして、うん、それがいいアクセントになっておりました。いいね。セットの天ぷら豪華でしょ。エビ天、ナス、大葉、レンコン、かぼちゃ、しいたけ、もりもりです。まずはシンプルにお塩のみで一口。衣がね、うん、揚げたてなのかやっぱりサクサクでね、伝わる伝わる、はい、エビもねプリプリでございます。そしておすすめなのがこちら、温かいお蕎麦にねつけちゃいましょう。やっちゃったね。こうすることで天ぷらの衣がしっとり、そしてね、うん、衣の油が蕎麦にまたこう浸透していってね、はいはい、ダブルで楽しめちゃいます。お、なんとね、ご飯までついてくるんですよ。すごいね。これはね、嬉しいポイントでございますな。ボリューム満点、大満足の定食でした。さあ、ここからは私が注文したのはこちら。気になっていた味噌田舎そばです。見るからに具沢山。そばが見えない。こちらのお味噌はね、瀬戸内市備前長船にある名湯味噌を使用されております。スープ飲んだらね、うん、なんか素朴で懐かしい味わいだった、うん、最初に感じたのはね、味噌の香ばしい風味っていうよりもなんかコクを感じられたよ。どちらかというと味噌感が強くなくて、なんか風味を感じられるっていうような感じかな。なるほどね。たっぷり乗ったお野菜の具材の下からお蕎麦を引っ張り出し、上品にすする。田舎そばって太いお蕎麦のイメージだったけど、うんうんうん、またねこれも良かったよ。お野菜と一緒に箸で掴んで食べられるので、お蕎麦がどんどん吸い込まれていく感じでした。これが噂のピーチポークですな。そうなの。だからね、お肉自体に甘みがあり、田舎そばとの相性抜群でしたよ。豚汁みたいな感じかな。うん、見て見て、なんと天かすを準備してくださってるのでトッピングできますよ。ありがたいね。これをねご飯の上にかける方もいらっしゃるんだって。お、なるほどね。いやー、新そばでいただく田舎そば、たっぷりのお野菜にピーチポークのお肉も入った贅沢な一品、お腹いっぱい大満足でした。
さあ、こちらがこのお店をご紹介してくださったマルコさんが注文した天丼定食。ザルそばもいいね。そして天丼もね、これだけで十分一人前ぐらいのボリュームがありますよ。ザルそばといえばそば湯だよね。これも楽しみだよね。そしてもう一つの名物がこちら、備前岡山もなかです。この日は売り切れだった。パッケージもとっても可愛くてね、お買い求めの際はぜひお早めのご来店を。ごちそうさまでした。いや、美味しかったね。美味しかった。私たちのこいこチャンネルは岡山のグルメスポット情報を配信しております。チャンネル登録お済みでない方はチャンネル登録よろしくお願いします。